新明解国語辞典第8版。新明解国語辞典は、賛成堂が発行する国語辞典の一つ。1972年に初版が出版された小型国語辞典で、第8版の収録項目数は約7万9千。略称は、新民国。初版以来第4版まで、山田忠夫が編集士官を務めた。ユニークな語釈や用例で知られ、 本時点を特に取り上げるメディアもある。赤瀬川玄平の書籍、新海さんの謎はベストセラーになっており、新海さんの愛称でも呼ばれる。また、新名会はブランド名となっており、三聖堂の複数の辞書や学習参考書にも用いられている。言葉の持つイメージに踏み込み、時に裏の意味まで明らかにしようとする充実した語尺や要霊に、 定評のある小型国語辞典。初版から編集士官を務める山田忠夫のもと独創的かつ高度な内容で高い評価を獲得した。前身の明海国語辞典を含めた各版合計の累計発行部数は2200万部に上る。電子辞書に収録された新明海国語辞典母体となった明海国語辞典は後に三聖堂国語辞典の主管となる。 憲法秀俊氏が中心となって編纂された辞書である。見出し語の収集、整理と執筆は憲法がほぼ独力で行い、山田は現行の段階から、公越、助言の任にあたり、近大地春彦に依頼して、アクセント表記を加えた。見出しを表音式金遣いとし、交互体で簡潔な語尺に努めた、民国は、1943年という戦時中の、 物資不足の中で発売され、コンパクトながら弾きやすく、わかりやすい実用的な辞書として広く受け入れられた。戦後の改訂版を挟んで、上述の三人による協力体制で改訂作業が続けられていた民国だったが、1960年に三国が観光された頃から、憲法は徹底的な要領採集の必要性を痛感し、それに、 多くの時間を割くようになり、民国の改定作業が滞りがちになっていった。そこで、弊社たちと出版社は相談の上、憲法は、三国と要令採集に専念することとし、民国改定版の取りまとめを山田に一任することにした。こうして、山田の主導の下1972年に完成された改定版が、新明開国語辞典である。山田は、 副案していた文章による独創的な誤尺を徹底させるべく改定作業をほとんど独断で行った。さらには序文において基礎作業に多大な時間を費やす憲法を自己ありと表現し、自分はやむなく編集主観を継承し、内容の刷新に踏み切ったという態度をとった。これにより両者は他元を分かち、以降憲法は三国、山田は新民国の代表として、 それぞれの辞書作りを進めていくことになった。山田は国語学者として、主に古典分野で格好たる地位を築いていた一方で、辞書史研究をライフアークのように継続していた。その中で、山田は堂々巡りの誤尺や既存の辞書の引き写しのような誤尺という、それまでの国語辞典が陥っていた問題点に気づき、これらを徹底して排除する必要性を痛感していた。 その手段として文章でこの内容を詳しく説明する方針によって、類義語を示すだけの語釈を避け、他者に模倣をためらわせる高い独自性のある語釈とすることを構想するようになった。文章による語釈を可能な限り徹底し、かつ山田の独力でほぼ全体を執筆した新民国は、刊行されてから間もなく王の進むなどから批判があったが、一部の語の記述において、 山田自身の意見や人生経験が色濃く反映されることがあり、後とも秀や武藤安氏や井上久などから従来の国語辞典の概念を超える特殊な面白さが指摘されるまでになった。特に有名なのは1996年に刊行された赤瀬川原平著「新海さんの謎によるもので、五尺や幼例の文章から読み取った人格に新海さんと相性をつけて、 くまなく読み込んで楽しむという趣旨のものである。読んで面白い辞書としての反響は出版、文筆業界にとどまらず TBS ラジオの人気番組大橋テルコのラジオはアメリカンで近代地先生の辞書としてリスナーによりネタにされ番組を盛り上げるのに一役買っていた。恋愛、動物園などの項目の説明は特に新民庫らしさが強く出ているとされた。 21世紀になってからの日本語ブームを背景に、タモリのジャポニカロゴスをはじめとしたテレビ番組やマスコミでもたびたび紹介されている。こうした、新民国の強烈な個性は、言葉の説明を通して、ある種の予見地を記述、共有し、円滑なコミュニケーションに資するという理念から生まれた、もので、語から受ける印象や、実社会での用い方の参考として、有意義な側面がある。 しかし一方で、時に偏見と思われるような、特定のものやサービスについての印象を貶める表現になっている項目があり、抗議によって修正を余儀なくされる事態さえ起こった。山田の没後、柴田武氏が編者代表となった第五版からは、編集会議による意見交換が行われるようになり、このイメージを喚起する豊かな記述という方針はそのままに、 悪意や偏見と取られかねない記述はできるだけ避ける方向へと舵が切られている。2020年11月発行の第8版が最新版である。新名解の名はブランドとなり、この後を冠した古語辞典や緩和辞典、アクセント辞典などの特殊辞典が続々と出版された。ラインナップとして波版と想定の異なる特装版、革装版と、 半径の異なる小型版、機上版、大活字版がある。特装版は特製ケースに白い表紙カバーを採用したものであり、第5版より追加された。また第7版ではサイズが従来よりも若干大きくなっている。第7版では特装版のほか、新明解初版の色に由来する特装青版も限定発売されている。第8版では初版に習い普通版。 白版青版の3色が最初からラインナップされた。新明解シリーズの古語緩和時点は同時期に刊行されている新明解国語時点に合わせたカバーデザインとなっている。古語時点、緩和時点では国語時点の改定に合わせてデザインが変更になることもあり、同じ版であっても発売時期によって表紙、箱が異なるものが存在する。 新明会国語辞典は今なお三省堂の発行する国語辞典の筆頭角であるが、古語辞典と緩和辞典は90年代を最後に改定が止まり、高校生向け辞典としての役割は、それぞれ前訳読解古語辞典及び小説古語辞典、前訳漢字会及び新明会現代緩和辞典に引き継がれている。明解古語辞典は、近代地春彦が中心となって編纂された。 当時、現代語のみをまとめた小型国語辞典は存在したが、そこで省かれた古語を調べるには、大日本国語辞典や、大限界のような大型辞典か、高辞林、辞典といった中型辞典に頼る必要があり、学習者に不便を強いていた。現代語と意味の変わらない語彙、語尺を除き、古語のみを扱う方針を徹底することで、 小型国語辞典と同等のサイズで豊富な古語情報を提供した明快古語辞典は、後に多くの出版社が追随する学習者向け古語辞典の原型となった。新明解国語辞典と揃える形で署名が変更されたが、それ以降もほぼ同一の編者による改定版である。明快緩和辞典審判は長沢菊谷が中心となって編纂された。 長沢は1937年に同じ三成堂から新鮮緩和辞典を出しており、そこで後期辞典の部首作為を現代日本の利用者が引きやすいように改変するなど、学習者向けの緩和辞典を施行するいくつかの工夫を行った。これを発展継承したものが明快緩和辞典審判である。この辞典と同様に署名が変更されつつも、 同一の弊社による改定が行われていた。新米会現代緩和辞典は、長沢の緩和辞典を直接引き継いだものではなく、三省堂、霊界新緩和辞典の弊社の一人である、影山明国が主観となって新たに作られた。ありがとうございます。